トラブルシューティングに関しましてご説明いたします。紙詰まりの対処方法をご説明いたします。このように紙詰まりが発生した際、すぐに電源を切ってください。このように中で紙が詰まる原因といたしましては、カット圧が適切でない場合と、プリンターの後ろに何か障害物があり、用紙が思うように動かなかった場合によく発生いたします。このように紙詰まりが起こった際は、直ちに電源を落としていただき、ゆっくりとカットモジュールを右側に正しい場所に戻していただき、ゆっくりと紙を取り出してください。紙を取り出した後は、少しよれた紙の部分をハサミで切っていただき、きれいな用紙をまたプリンターに挿入してください。再度用紙がプリンターに入りましたら、カット位置を調整いただき、適切なカット圧力に正していただき、プリンターの後ろ側のスペースを確保いただき、改めて印刷を開始してください。